さあフェニックスランク、じゃあスーパーフェニックスか、スーパーフェニックスランク目指して今日もやっていきますか。 AD パーティー今ね、フェニックスランクの4かな、4の途中からだね、やっていこうぜ。なんか最近動画とかでもね、1本の動画で2回ぐらいな優勝できることとか増えてきて、マジで上達してきたんだよな。このまま AD パーティーのプロ目指すわ俺。ちょ、加速の靴欲しいな。あれでもよかったかな。うわ、ずるいそれ。押すな。おい、ちょ、押されたんだけど。でも、これ下に落ちるわけではないんだね。許せねえな。これ入ったら、多分下がっちゃうからダメだね。お、足場切るかと思ったんだけど、切れなかった。大丈夫かな。あいつ、ポータルボールめちゃくちゃ適当なとこに置いてるやん。鍵爪と、フックロープ取ったけど、あんまりだな、もう。これに関してはもう。まあ、2位か。ここもね。いや、ここもね、ちゃんとね、あれしていきたいんだよな。上位狙っていきたいんだよな。ランカーになったりできるかな。地域ランキングとか、そういうの入っていけたりするからな。で、しっかりゴールした後、持ち上げて、しっかり持ち上げて、邪魔していくスタイルね、こうやってね。これ大事よ、これ、すごく。はい、持ち上げて。いいよ。はい、俺が持ち上げたやつが、ゴールできてなければいいんだけどな。神聖なサメっていう名前のやつもいるんだけど、いいね。神聖なサメってなんかいいな、その文字列がな。さあ、おもちゃクイズだね。いや、こういうのもね、もうちょっと体当たりされたらうざいけど、自分はやめとこう。落ちるリスクあるからな。ちゃんと真ん中のアヒルのとこ覚えとこうぜ。左ね、左行っといて、まあ、ここにいれば結構安心安全なのかなって感じがするけど、ね、大丈夫、動かなくて大丈夫あいつ。飛んでった。さっきの1位のやつ飛んで、なんだお前。やだこの黒の羊、やめて。それ真ん中のアヒル覚えとこうか、ちゃんとね。こっち、まあ、ここでいいんじゃないかなって思うんだけど、どうだろうね。どんだけ飛んでいくかだな。おお、あいつ大丈夫かな。なんか俺が倒したことになってんだけど。確かなんか倒したらポイントがもらえるみたいなこと聞いたこともあるんだけど、まあどうなんだろう、それが定かではないんだけど。フレームマーケットだって、炎の買い物。あー、なるほどね。これ水玉を投げて消化するやつだわ。人数が少ないとこに行こうかな。こういう風に水玉を投げると消化できるんだよな。なんか来てるな。許せねえな。はい。で、こっち。こっち。で、この中に入ると水玉復活するんだよな。そう。しっかり水場で補給とかもしていけるからな。ちゃんと補給してね。やっていこうかな。ちょっと補給しないと。あ、オッケーオッケー。ラス1で足りた。なんか微妙に抜かされてんだよな。MWF ってやつに。そうなんだよな。微妙に抜かれてるわけよ。ちょ、頑張んねえとな。強そうなやつ探すか。いや、そんなにだな、今回はな。もう強そうなやつって大体強そうなやつってもうゴールしてるからな、大体な。だからまあ今回残るとしたら MWF とか、森本フィオル。こいつらなんじゃないかな、決勝戦。まあ、昨日と同じ時間にやってるからな。第2やってから、サーヤイトとか、柴崎に当たるかもしれないしな。目まぐるしいステージ。確か昨日なんかね、シンプルエッグみたいなコースで、音楽が著作権にかかった気がするんだよな。それだけ避けていきたいね。何しろ、びっくり箱。ハッピーバブル使うか、今回。落雷も結構攻撃火力高くていいんだけどね。ハッピーバブルで捕まえたりしていこうぜ。このレーザーに当たると動きが巻き戻っちゃうんで、なんかめちゃついてきてんだけど、なんでこれ、なんかめちゃついてこられてんだけど、許せないね。なんか後ろなんか後ろ結構ついてこられてて、ちょっとマジで厄介なんだけど。タイムボムでも投げときましょうかね。もうマジで絡まれる。ちょっとやだ。最初絡まれたくない。ハッピーボブルでも打っとく。ハッピーボブル。で、ストップウォッチ使って、
スキル回復。ハッピーバブル投げただけっていうね。来るかな来るかな。爆発。よし、いいね、うまい。何、帰った、帰ってきただと、帰ってきただとやるな。あいつあれか、見つけた。はい、じゃあね。あい、うまーい、いいね。あとは向こうのやつかな。どうしよっか、どう料理してくれよあいつのこと。はい、よし、こいつも倒しといて。爆弾ちょっと怖えな。ちょっとな、ハッピーバブルで一旦ハッピーバブル。おお、なんだ今の、許せないね。はい、爆弾対決だね。メカかぎ詰めたあいつ、やるな。あまりも適当すぎんかそれお前な。いや待って、それやばい、あっぶねー。はい、あげる、これ落ちた落ちた落ちた、いいねー、うまい。オッケー、幸先いいな、めちゃめちゃいいな。いや体力が多いやつもちゃんと倒したしな。いや、バブルからのマグロで殴るのもなんか無難に強いな、使いやすくて。バブル光線結構使いやすいわ。あと98ポイントでフェニックスエッグ3だね俺。なんかマジで上手くなってきたな。いいね。まあでもステルスマグロとか使ってきてるやついないからな。やっぱステルスマグロ、ステルスマグロがやっぱ怖いんだよな。あのコンボね。お、MWF またいるじゃん。刀の栄光もいるしね。いいね。さあまずは、ランカー目指してやっていこうか。地域ランキングね。地域ランキングとかしっかり乗っていこうね。ちゃんとね。取れるんだ、ここ。爆弾投げたくない、とりあえず爆弾投げたくない、ここら辺に。めっちゃ吹っ飛んでったな。どうしよう、これ。照らしといて、いいよ。まっすぐでは、鍵詰め欲しいな、それ。うわ、取られちゃったか。あいつ、木箱でズルしてる。木箱で空中で二段ジャンプとかして邪魔しに行ってるっていう。これ入っちゃダメね。入ってしまうとガチで苦しい事態になっちゃうんで。おいおいおい、最悪最悪最悪。こっち、待て、こっちじゃない。俺弾こうと思ったのにバネで。やばいね、弱いってやつ強いなあいつな。いやまだ今回結構強いやついるかもな。弱いってやつさ、なんか最初のおしゃれ度ランキング、おしゃれ度ランキングじゃない、おしゃれスコアみたいなのめちゃくちゃ高かったもんな。こいつなんかもう分かんなくなってる道が。はい、持ち上げて、何、はい持ち上げて、ほい。なんだあいつ、間に合え間に合え間に合え、間に、そいつを止めろ。まあ、いっか、他のやつがゴールしたしな。いやこれゴーストエイジ、ゴーストエギーの機能いいね。別にこっちもあれするだけでいいもんな。邪魔しに行くの集中するだけでいいわ。死ぬ要素ないからこっち。いやこれ結構楽しいんだよな。楽しいけどこれに当たっちゃうと吹っ飛ばされるから。しかも持ち物で爆弾とか投げてくる輩もいるからな。ちょっと怖えんだよな普通に。おいおいおい、やばすぎやばすぎやばすぎ。やったなてめえ、おい。はい、当たってなさそうだな。小型化とかしとく、一旦ちっちゃくなっといてさ、ちっちゃくなっといて。欲しい、それすごく欲しい。来た、ボム。これわざとボム壁に投げてぶっ飛ばす作戦も結構ありだな。マグロ取りに行くんじゃない、ここ。いや、この爆弾どうなるか見たくなかった今。その爆弾、え、この爆弾当たってたらどうなってたんだろうね。いやなんかめっちゃいいとこだったのにな。ケイト玉競争曲、ケイト玉競争曲もあれだよな、ただのレースだから、まあ、死ぬ要素ないけどね。まあでも簡単なコースなんで、早くゴールしないとやばいかもしれない。ケイト玉競争曲は弱いって強いんだよな。そうなんだよな、強いんだよな普通に。 MWF とまたこれしてるね。これなんか途中でジャンプ入れた方がなんか早い気もするんだけど、そんなことないのかな、わかんない。しかも上ルートが早いのか下ルートが早いのかとかわかんないしな。いいね、やばい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 、落ち着いて落ち着いて。
うわこれやばいな、もうだって目の前に見えてるんで5人見えてんだよもう。ってことはよ、みんな強いみんな強えわ。5人、俺5人目だったもんな、ちょっとやばいな。結構ハイレベルな勝負になるかもしれんな、もしかしたらな。いやバブルマジで当てやすくていいかもな、いっぱい打ってくれる、くれるもんな。ヒヤヒヤゴーストね、ヒヤヒヤするんだよな。なんかこのゲーム音楽が著作権にかかったりするからヒヤヒヤする、こっちがヒヤヒヤするマジで。まあ、一通りスキル使ったよね。巨大化はな、巨大化なんか武器大きくできそうだけど、なんか巨大化はそんな強くなさそうなんだな。これはねしっかりね、まずね隠れておく。パネルよりかダッシュパック、ジェットパックで一旦ね。何俺の安全地帯を。おい、なんかすげえ大きいやついる。いや偏差うまと思ったけど全然当たってなかったな。こいつ怖いな、隠れといていいよ。バブル投げていいよ。来た、ここ。浮きすぎよお前、お前浮きすぎてっからちょっとダメだわそれ。はい、なんか俺倒してるけど弱い。大丈夫かお前、体力ないぞお前。もう一旦じゃあハッピーバブルでもう一回で、何外しただと、やばい。それは外してしまうとな、うちが結構やばくなっちゃうからな。置いといて、これ俺がもらうわ。お前やったなお前。ああ、油断した。もうなんかさ、このゲーム最終ラウンドって結構スマブラ方式だからさ、ダメージ食らってなくても死ぬときは死ぬんだよな。気をつけないと、マジで油断してた。敵の体力なくて俺体力満タンだったからさ、ほぼ悔しい。どう遊んでやろうかなって思ってたんだけど、崖背負うのマジ良くないね。このサメスキンはあれだもんな、無課金スキンだからな。しっかり潰しに行こうか。加速いいねー。この加速アイテムとか結構でかいからな。加速超速いんだけど。すごいな。追いつかれちゃったな。まあいいや。一旦ね。いいな。羨ましい、それ。フックショットマジ羨ましい。飛んでいこうか、これ。いいね。ちょっと思ったのと、そんな綺麗に飛べなかったけど。まあ許容範囲でしょう。あいつマグロ持ってんだよな。やめてね。叩くのやめてね、俺のこと。加速しよう、加速。あいつ早すぎるだろう。早すぎるくせに、なんかすごい妨害してくるしな。許せねえな。許せねえな、あいつな。クソ早えや。もう仕方ないから、これ最後にスプリングボード置いて、ゴールしよう、俺。そうしよう。個人新記録なんだけどな。で、ゴーステージになっといて、めちゃいじめてる、あいつ。すごい。強いぞ、強いぞ、強いぞ。弱いってやつもいたしな、強いってやつもいるんだな。弱いもいるし、強いもいるんだろうな。いや、ここら辺のゴールしたやつはもう、あれだな、強いやつらだな。で、このゴールした組で、クソ邪魔しまくって打って。めちゃくちゃ持ち上げて向こうに、やばすぎやってること。おい、キリン。深いキリン、お前やばすぎ。持ち上げて、あさっての方向に走ってったからな。チョコファウンテン、簡単。チョコマウンテンみたいだな。あ、これ知らないわ、俺。これやったことない。デコボコクッキーを乗り越えて、風に乗って一番高いゴールに行こう、みたいな感じかな。やったことないからわかんねえんだよな。風に乗ってってことでしょ？あ、向こうの風に乗っちゃえばいいのかな。回転してよかったのかな？わかんねえけど。とりあえずボムは後ろにぽいだろ。とりあえずボムは、僕は後ろに投げるものだからな、やっぱりな。あー、地雷置いてきて、怖すぎ。怖すぎ。そんな物騒なもんな。めっちゃ運ぶんじゃねえよ。これスモークボムさ、置いとこうぜ、ここら辺に。見えなくなって結構、良さそうだもんな。
コーリング後ろ投げとくか、とりあえず。おい、深いキリン、あいつクソ早いんだけど。俺も、これでゴールしよう。早くゴールしないとな。俺、個人新記録めちゃく、いや、個人新記録あるってことは俺やったことある、このコース。はい。はい、持ち上げて。あー、持ち上げれない。全然持ち上げれない。全然持ち上げれない。持ち上げたいのに。おい、深いキリン、お前、魚。魚をゴースト域になってまで魚で殴ることないんじゃないかな。これ持ち物持ってけるんだね。あ、深い切りに強そうだね。ちょっと最終ステージ狙おうぜ。最初の段階で怠慢とかになってくるとちょっと不安だから、早めに潰しに行こうぜ。どこら辺がいいかな。こっち側空いてるわ。いいね。ポイントゲッツ。はいはい、いいね。はい。なんかこっちが人多くなってきたな。なんかな。だるそれ。なんか人が多くなってきた気がするな。こっちが少なさそうだね。そうでもない。あ、向こうが少ねえや。いいね。うわ、マジか。行きやがった、アイス。強いぞ。強いぞはさ、弱いの、いとこかなんかのかな。おし。やっぱレベル高くなってる。全然ちょっと沼ったら負けそうだもん。5位だもんな、俺な、今。めっちゃみんな、なんか、ちょっと上手くなってるわ。気をつけねえとな。気をつけて潰さねえとな。このゲーム油断は、できないからな。こいつはもうやる気がなさすぎる、こいつはもう。9個しか叩けてないじゃんね。さあ、ワクワク最終ステージ。シンプルエッグはね、多分ね、もうカットしなきゃいけないんだよな。アドキューキステージでいいね。シンプルエッグの音楽がダメだから。それが出たらカットすることになるんだけど。どうしよっかな、ハッピーバブル。びっくり箱。いや、ハッピーバブルでいっか。万能スキル箱とか楽しそうだけどね。何でも出るからな。さあ、ボムがね、降ってくるんだけど、床を爆破とかできるんだよな。ボム投げてな。床爆破できるけど、一旦弓で、怖いな。狙われたらな。なんだ、ストップウォッチなんか持ってきてる。絶対なんか狙ってきてると思った。それ絶対思った。深いキリン、お前。クソだな、お前。やってることな。やめて、やめて。はあ。でも強すぎ、マジで。なんかマジで上手いやつばっかなってきたな。まあ、なんか最終ラウンドまで行けばポイントはマイナスにならなくて、ならないからね、あれなんだけど。全然決勝ラウンド気持ちよくない、今みたいな感じになるとな。てか一人に狙われてる途中でね、他のやつに絡まれたら終わりだよな。あれはもうね、無理な気がする。スキルうちに来てたもんな、完全にな。許せねえな。それから逃げたらな、透明ステルスマグロに打ち抜かれるしな。最悪だよマジで。ストレスだったわ、すごく。ちょっとバブル気をつけてね。これスパイダーマンだからね、これね。このコースマジ楽しいんだよな。スキルが打ててないな。そう、楽しいんだよこのコース、すごく。マグネットハローでな、いけるからな。てかさっきのマッチは特にね、なんかうまいやつが多かった気がするな。そんな感じがする。あー、ストレス、あー、ストレス。もう気持ちよくない今みたいな感じになっちゃうと。オッケー。俺このコースなんかランカーなんなかったっけ。サーバーランキングなんか入った気がする。いや、強いぞがいる。お前もさっき負けたんだな。だからロビーに戻るのが早くて一緒のマッチになったんだ。なるほどな。てか、残り3人ぐらいやった気もするしな。そんな感じもするしな。まあ、頑張っていきますか。気を取り直してな。悲しい俺。てか、最初のお邪魔スキルぐらいだったら食らってもよかったかもな、そんな。逃げ回んなくてもな。でも最初の真ん中も怖いな、マジで。スクリーンと同じ色のフロアに立とうと。
緑、これ、これ緑だよね。緑だよ、そうだよ、緑だよね。怖い、ここ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 、おい、吹っ飛ばさないで、怖いってね。スモークボム投げて、いや、爆弾持ったあいつ。また緑か。待って、バカバカ。はい。バイビエッ、ははははは。強いぞお前も俺のこと持ち上げたよな君、俺のこと最初に持ち上げたよね。ああ、強いと言っちゃったわ。かわいそう。相手も、あれだもんな、弱いの、兄貴だもんな。弱いの家族だもんな、あいつはな。強いぞ生きてるんだけど、なんでねえ、強いぞが命拾い、わかった、これあれだわ、強いぞが落ちる前に他のやつが落ちたんだ、でちょうど終わったみたいな感じだな多分な。くっそー、いや仕留めれたと思ったんだけどな。いやマジか、悔しいなそれはな。せっかく強いぞを潰せるチャンスだったのにな。うまい、あいつめちゃめちゃうまいじゃん、あいつ。投げてあげよう最後に。かわいい四角四角とかにかわいいとかあんのかな。でもこの上位勢はね、このやっぱすぐにゴールできるやつらはね、やっぱね強い、強いと思うな結局な。で次が決勝ラウンドね。よし、なんだろうな、悪夢襲来ね。悪夢襲来ってなんだっけな、なんだっけ悪夢襲来って。あ、これだ、はい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 、向こうからめっちゃ来るやつね。いやどうしよう、じゃあびっくり箱とかでもやっとく。落雷行こうか、火力高めのスキルで。術の名は麒麟、雷鳴と共に散れって言って、サスケの最終奥義使っていく。キリンマグロ、怖い、ボム投げないでそれちょっと。でもまあ序盤はねマジでね、あんま絡まれないようにするのがいいんだよなって。ここ何、はいはい、いいよ、はい、いいよ。まあ一人しばき回しますよと。で次は、はい、いいよ、はい、強いぞ強いぞもう一回俺に落とされとるやんけな、おい。どうしよう、ちょっと落ち着きプレイだな一回ここは。はい、何マジか、来るかな、いいよ、爆弾、俺爆弾飛ばせるからいいよ。一旦これ食っとくか一旦な。残り技4人か、待って、狙われてる気がするこれ。狙われたらやることは一つ、それはしっかりと一旦様子見する、大事だね。あぶねー、ボム緊急回避で、しっかりとこれ取っといて。待って、取れないのやばい。あ、待って、なんか投げちゃった、はい、なんか倒した、俺なんか倒したっぽいな、ここ、はいね。地雷マジで怖いんだよな、地雷はね本当にね、いや可愛い四角、やばい、地雷はねマジでね、おいおいおい、やめて、怖いなマジで。ここ爆弾怖い、スプリングボード、あ待て待て、怖い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 、あー耐えた耐えた耐え耐え耐え調整耐え調整耐え調整したね、しっかり。危ねえマジで、任せ、やばい、やべ外した、うわー強えそれくっそもう雷マジで当てれないな、雷使うの難しいからやめよう、あれあれね、当てんのクソむずいわ。びっくり箱とか、まあ、あとはバブルとかかな。でも雷強いんだよ多分、強えからあれなんだろうな、当てにくかったりするんだろうな。当てにくい代わりに当てれたらめちゃくちゃ強いっていうアイテムなんだろうな。いいゴーストアタックな、あれも結構あれも、あれ使おうかな今回、使おう、あれ楽しそうなんだよな。あれ一旦敵につけておけばさ、敵に吹っ飛ばされてもその後にそれでくっついて復帰できそうなんだよな。バンジーガムなんだよな、やってることって。なんだ、なんか
ユーリンズに当たったせいでなんかおかしなことになった気がするな。はい。おー、自爆しちゃった。まあいいや、ユーリンズが真っ黒になってるけど、はい。これ前のやつ持ち上げれるんだな。ちょ、マイケル、マイケルもどうにかしよう。これよし、しっかりゴールしていこうね。まあ知ってそうな名前のやつはそんなにいないな。いや、丸山ラクーンとか見たことある気がするな。申し訳ない、境戦士。待てよ、いやー、誰か邪魔したかったけどな。まあ、なんか1ラウンド1ラウンドさっくりいけるのでもいいね。なんかゴールした後に待ち時間があると結構めんどくさいもんな。待ち時間なくがさっくりいけるのはいいね。ひっくり返るフロアを避けながら生き残ろうだって。これか。はい。まず1キルね、まずはね。で、はい、はい。何？ちょっと気をつけていこうか。ね。で、はい。うわ、何？なんかちゃんとジャンプ、そう、ジャンプすぐ押したらね、持ち上げ拒否できるんだよね。ちゃんと拒否してくるな。一人はやれた気がするんだけどな。えらい、ちゃんと拒否してきて。障害レース簡単だって。あ、でもこれ簡単なやつだ。本当に簡単なやつだ。だから、結構頑張って、頑張らないと8人の中に入れないかもしれない。さあ。じゃあ、持ち上げないで。やめて。さっきよりめちゃくちゃ持ち上げまくってたけど。許して。俺はダメ。俺はいいけど、俺のこと持ち上げなんだ、ダメ。ストレスだからね。なんか音楽が、おい、スタックしたって、何それ、とんでもないことあったんだけど。なんかジャンプ力えぐくね、なんかえぎってこと、ジャンプ力えぎってこと、そういうこと。そんなこと言ってる場合でもないんだよね今。だって4位だもんな。俺の前に3人いてみたいな話だよな。しっかりローリングで。いや、ここちょっと遅くなっちゃうのよくないな。インコース走るか。あ、痛い、パンチ、あ、パンチ痛い。待って、落ち着かないと、やばい。落ち着いて、マジで落ち着いて。オッケー。もうマジでギリじゃん俺。だってクソギリなんだよなこれ。やっぱ焦ったらダメだね。まあでも最終ラウンドいけたからね。まあ、最後が本番だな。ユーリンだっけ、あいつ強そうなんだよね。火山噴火ね、次。火山噴火はなぁ。まあ、でもマグマボールが上から降ってくるんだけど、当たったことはないんだよな、言うて。当たったことないんだけど。落雷やめた。俺もゴーストチェイスにしよう。そうしよう、ゴーストチェイスで、一回ぶつけて、あれしに行こう。雷がね、でかけりゃいいんだけどね。しかもゴーストチェイス単体で敵のこと仕留めれたりするから。マグロ持ちやがった、あいつは。気をつけて。もうしばき回し合ってるね。てか、ゴーストチェイスからの、マグロムーブとかも結構強そうね。はい。あいつ死にそうだな。はい、お前死にそうなんじゃないのね。はい。ゴーストチェイス。死なないな、まだ全然。ゴーストチェイス当てやすいな、結構な。来るぞ来るぞ。はい、爆発、いいね。で、うわ、飛ばないか。結構ね、あのね、大事な気がする、すごく。あの、はい、来た、さよなら。いいね。君が誰かを狙ってる時はまた誰かに狙われてるんだよ。そういうことだよね、つまりね。地雷仕掛けていこう。地雷結構強いからな。ゴーストチェイス地雷とかどう？いや、当てたいな。でもお前、アイテム持ってないよね。そうだよね。はい、いいよ。はい、ゴーストチェイス地雷。ゴーストチェイス地雷コンボは結構ちょっと厳しそうではあるな。ここ。はい、うまい！じゃあね！よっしゃ！
いや、ゴーストジェイス当てやすいわ、結構。いいね。今日優勝2回かな。で、ランクポイントも結構上がってきてるしね。いいね。